来たか。待っていたぞ。新入りというのはお前だな。俺はヤマト、新たな仲間。こっちは桜花だ。よろしく。いい腕をしているぞ。お前の言う、ひとまずにも桜花。心得ま、では行こうか。
ようこそ歌方の里へ。我らモノノフの、もっとも君も落ち着いたら。ではおお、君は東の地の主人。あの辺りはむごい。中津国に来てからまだ何、すぐ慣れる。さて君の家だ。君が来るというのでな。なかなか骨がおさあ、長い間主のいなかった家、一通り。もういいのか。最近は物資も不足。まあうま、さてじゃあ次は。来たか。すまないが戦の時だ。遅くなりました。敵は雑魚の群れだ。里にまっすぐ向かってきた。これより総員早速だが、大岡と共にモノノフをな。いい目だ。我ら鬼を撃つを行け。そして着任早々すまない。8年前のこの世にあう奴らは人の魂。木の元の大半はす、あの美しかった森、人の住まう地を一匹残らず。よし、では任務に出るときは。詳しい話はユウに聞いてくれ。
然の任務、どうか、ご無何時に、英雄の…詳しい話はユウに聞いてくる。こんにちは。頑張ってください。ここは鬼の正気に汚された土地。時の因果が壊れた異界だ。行動限界に気をつけろ。限界を超えて正気を取り込めば命を失うぞ。我ら鬼を討つ鬼とならん。奪い、溜め込んだものを解き放ち、この世界に返す。それも物の不の務めだ。行くわ。気をさんじるな、まだ来るぞ。
上げだ。一気に片付けるぞ。魂と魂を結び、異能の力を引き出す。それが私たちの戦だ。人々は私たちをこう呼ぶ。鬼を撃つ鬼、金眼四つ目の守り人、物のふとな。鬼を撃つわ。偉人で御霊を、君が鬼から解放したのが誰の御霊かわかるか。誰だ。少し待て。皆も君にふさわしい御霊、物のふわれ御霊と魂。君は覚悟しておく。さあ、
おや、あなたは噂の新人のか。僕は何かは。あなたは滅びに見入られた。楽しみにして、何でも聞いてください。またお会いしましょう。